はしょうかちゃんとみそぎちゃんと一緒に初めてお外で会うんだ。校外学習だから一緒に遊ぶわけじゃないけど、ミミと仲良くしてくれたら嬉しいな。大丈夫大丈夫、迷子のミミを助けてくれたあの大きなウサギさんがいてたもん。思い切って声をかければお友達はできるよって、ミミが頑張って二人に声をかけたから一緒の班になれたんだもん。きっとお友達にもなれるよね。わあわあわあみそぎのいたずら大成功だね。そういうのダメですよ。ほら、ダメダメになってるじゃないですか。え？ごめん、なんか緊張してるみたいだったから嫌だった。ううん、ミミがびっくりしすぎちゃったから。あのね、そのね、二人とも来てくれてありがとう。それじゃあ山の中にいる鳥さんの写真を撮りに行こう。鳥は何が好きなのかな、聞きたいけど、なんて話しかければいいかな。あ、なんだろうこの赤い実。ちょっと遊びに来たんじゃないんですよ。野鳥を見つけてください。ちぇ、ちょっとぐらいいいじゃん。よく考えたら手分けして探した方が早く見つかりそうですね。私この後塾があるんです。連絡先は交換してることですし、ここで一旦別れましょうか。待って、せっかく同じ班になったんだもん。ミミ、二人と一緒に探したい。みそぎは別に一人でも平気だけど、リーダーがそういうのならよかった、ありがとう。二人とも優しいな。ミミ、やっぱりお友達になりたい。思い切って話しかけなくちゃ。また木の実見っけ。違う木の実が落ちてるよ。これも本当だ。よーし、みそぎももっと探しちゃうぞ。ミミも負けないよ。もう二人とも木の実ばっかり拾って、野鳥探しはどうするんですか。ごめんね、木の実を拾うの楽しくて。ほら、どんぐりも見つけたんだ。ああ、それはシイの実ですね。焼いて食べたりできるそうですよ。食べられるの？私は食べたことないですけど、図鑑にはそう書いてありました。キョウカちゃんは物知りなんだね。すごいね。教えてくれてありがとう。大げさですよ。でもお役に立ててよかったです。ついでにそっちの実はですね。たくさん歩いたけど鳥さんいないね。警戒心が強いのかもしれませんね。だから人の気配がすると隠れちゃうのかも。そうなんだね。でもミミね、ウサギさんとも鳥さんとも仲良しだよ。鳥さんはね、ミミに泊まったりするんだ。本当？それならミミがお願いしてさ、写真撮らせてくれないかな。相手は野鳥ですよ。そんなの無理に決まってるじゃないですか。マップ
クだとこの辺りにいるって書いてあるんですけど。あ、あれじゃない？ほら、木に止まってる。そうです、あの鳥です。カメラは。あ、飛んでっちゃった。追いかけよう。そればっかりですね。